さあえっ、ー、と私は、えー、WBC のドキュメントを映画館でも見たけどこの前 Amazon プライムで配信されてたからそれもしっかり見た人ですよろしくお願いしますあのー、素晴らしかったですねやっぱり2回見ても素晴らしい配信早いっすねちょっと前まで映画館でやってたのに6月いっぱいぐらいまでやってたんじゃないのその後すぐ配信ってことで まあ、あの人気の、ねえー、勢いが衰えないなという、えー、感じですね、うん。やっぱ優勝しましたからねこれあの優勝をもししてなかったとしてドキュメントがあったのかみたいなのはちょっと気になりますよね。うん、まあそうだな決勝ぐらいまで行ってたらやってたんじゃないかなと思いますけどでもやっぱり優勝っていう肩書きがね、えー、すごく大事なのかなっていうふうに思いますよね。 うん、栗山監督もやっぱり言ってましたからね、やっぱりみんなの素晴らしさを、ね、こうどんどんこうたくさんの人に野球の素晴らしさ、えー、ジャパンメンバーの素晴らしさを伝えるには、やっぱり高い成績、優勝を残すしかないんだっていう風なことを言ってましたからね、うんまあ、そういう意味ではあの、どっちにしろ野球ファンとかはね、えー、どんな形であれ、えー、いろいろ感じることがあって楽しめる、えー、内容にはなってたんでしょうけど、やっぱりこう優勝っていうね、 えー、14年ぶりの優勝っていうのが、えー、あったから、あのー、これだけね、えー、注目されて、映画もなんかね、公開延長して、ね、そこからすぐにアマプラ配信ってつながったのは、やっぱり、えー、そういう結果、結果がやっぱりすべてっていう厳しい世界ですからね、えー、それまでの過程は、えー、評価されない。うん それまでの過程は評価されないくせに世の中ってその成功者の間にあった努力をやたら評価しますよね。うん、同じだけ努力してうまくいってない人もいっぱいいるだろうにその過程の努力ばかりを、えー、やりますけどもやっぱり結果が大事というね、えー。努力を評価されるには結果が大事という。なんともこう、なんていうんですかね。えー、矛盾というか、えー、言葉のあやというかわかんないですけど、えー、これがちょっとせち、まあ、辛い。 はかない,儚い、えー、世の摂理なのかななんてね、えー、思ったりする今日この頃なんですけどもうやばいですね7月がこのバ、えーサカトク今えと今回対比28回なんですけどバーサカトク4回なんですけどもう2回目でしょ7月半分終わってんのこれやばなんか上半期はいろいろあったからっつってだけど下半期入ってこれやばいぞこの加速度具合が。 やっぱ半分超えるとみたいなね。うん。なんかよく聞くのは、人間の体感の人生の年数は、19歳とか20歳ぐらいでも、体感の、体感時間は半分いってるよみたいな。要はそのと、一歳年取るごとに1年って早く感じるから、体感の半分はいってるよみたいな、えー、話をよく聞くんですけど、もうなんか、やっぱ後半になると、早いかね、これね。うん。僕あの、8月、 が誕生日で8月22日が誕生日で、えー、そこに27歳になるんですけどなんかこう27歳ってなるとね、えー、30歳が30歳がこう見えてくる年齢というかね、うん、まだ21202122はまだちょっと大人になりたてというかほぼ未成年ぐらいの感覚でいけ,いけてで23456ぐらいまではなんかがっつりこう20代。 20代で20代だなっていう時期を過ごしててでまあ789ってなるとなんかこう30代が迫っていくるなんか荒さ荒さがそろそろしっくりき始める年齢になるなと思ってでえっ、ー、とまあ最近ここ1年ぐらいよく考えるようにしてるというか意識するようにしてるんですけど30歳になるまでに、えー、可能な限りの えー、失敗をこうしていきたいなっていうふうには、えー、思ってるんですよね。うんやっぱりこう年取るごとにえその年でまだそんなことできないのとかそんなことで落ち込むのとかあそんなこともすらしたことないのみたいなのがこう許されなくなってくるわけですよね。30代にもなって40代にもなって50代にもなってみたいな、うん、いうふうになるからなんかこういろんな失敗を。 をしてていいこうかなっていう、ねうん、まあお笑いにことお笑いに関して言えばまああのそうですねえー、ネタでこちょっと挑戦的なことをやってみてまあ滑ってもしょうがないよねみたいな滑いろんなパターンで滑っていくというかね舞台上で、えー、平場でめっちゃ前に出るけどうまくいかないみたいなね、うん、もちろん失敗前提ではいかないけど これどうなるか分かんないっていうのをこう積極的に、えー、取り組む取り組んで失敗するとかいうのをいろいろやってますまあそうですねうんなんかいろんな失敗のパターンあると思うんですけどまあ挑戦するっていう裏を返せばそういうことになるんでしょうけど、うん、まあ,あーそういうのをちょっとやってみようかなっていうので、えー、ちょっとしらみつぶしにいろ、えー、んな経験をしていかなければなと思いますうん だまあまあ適当にやって、えー、失敗してっていうのは良くないと思うんですけど結局そのどういう30歳になってるかみたいなねだからその30歳になった時点の自分の感じでだいたい最後まで行く可能性が高いよみたいなまあそのね例外的な人もいるでしょうけどそれはあくまで確率の話でやっぱり30歳でこういう感じの人はここから先もこういう感じだよねみたいな、えー、パターンが多いというか まあ、例えば40代とかね、えー、過ぎて売れたような人でもその20代30代である程度、えー、結果を残したりとかこう下積みがあったりとかあーそういうのがあって、えー、だからまあ必然的にその40代で結果を残しててそのタイミングが遅かっただけでもその資質はもう30歳ぐらいの時にあ,あってみたいな、うん、そういうパターンがやっぱり多いと思うので。 という風な感じで、えー、今焦ってやってますいろいろ行き急ぐ時期かなみたいなねうんでもなんかこの何すかねなんかそろそろそのいろんなことを何でも何でも全のっかりの精神で生きてましたけどちょっと選び始めようかなみたいな風にも思うんすけどまあそれも30歳ぐらいになってからかなみたいなまあ30とか29とか手前になってぐらいかなっていう風に え、思いますということで、ちょっとぐちゃぐちゃしてますけどね。えー、そういうふうに生きてるんですけども。で、えー、この前ちょっとイベントの方、まあちょっとイベントが増えてきてね、えー、野外でネタやる機会も増えてきたんですけど、えっ、ー、と、7月の、えー、えっ、ー、と、いつだえー、白石の方に行ったんですよね。7月の、えー、これ8日か。8日で、八日じゃねえか。なん、8日ですね。7が事務所ライバーって8日ですね。 白石の方のね、なんか野外ステージみたいなの出させてもらって、朝めちゃくちゃ大雨の中向かったんで、これやんのかなと思ったんですけど、結果的にやんで、で、なんかその日プロレスの TDT ってプロレスの団体のやつもあって、なんかそれで結構人も来てたんですけど、その始まる前、なんかその歌とかお笑いのステージがある方の椅子、そっち側の椅子と、あと何て言うんですかね、 そのお笑いとかのステージが12時方向だとしたらその90度釣れる3時方向にプロレスリングがあってそっち向いてる椅子もあって何ならんんプロレス待ちだからこうそっちを座ってる人の方が多いみたいなあの <laughs> 状況下のちょっと特殊な会場だったんですけどまああの面白びっくり高校生とねえー、と相沢和也で、えー、活動してた時ですけど行きましてえー、やったんですけど。 あのやる前にねあのし白石市に行って白石市長の挨拶みたいなとこからスタートしてで m c ワッキーさんでちょっと喋って,てでで自分らも会場ついてで控え室みたいなとこ行った時に市長さんもいらしてで僕らを紹介してくれたんですけどそのワッキーさんがこの「彼は面白びっくり高校生なんですよ」で最近しして、ね、おかしいですよねみたいな話をされるんですけど白石市長はずっと「へー あーみたいな <laughs> いやそれはそうですよねその相カ和也というかんキャラを知ってて相カ和也と名前でやってんのを5年ぐらいやってんのを知ってた上で突然面白びっくり高校生にしたからみんなびっくりしたり面白がったりしてるけどあの <laughs> いきなりそれを言われたところでそ元を知らないで変な名前に改名しましたよって言われてもあーまあ芸人さんだしそういうこともあるかぐらいのね。 もう中学生さんとかいるわけだしそれで言うと変わった名前の人っていうのは別にいますから名前っぽくない名前みたいな人いるわけでうんだから <laughs> それはまあそれ微妙な反応になるよなと思いつつ <laughs> っていうのがありましたねでまあ野外のネタも結構ね最近になるとあのー、こうちょっとずつ えー、慣れててきたなっていう感じがあってでその白石のネタとまた別なんですけど、えー、と僕アドのネタがあるんですけどアドのネタが最近立て続けに上がって、えー、1個がその6月のいギなりライブ事務所ライブでやったアドとあと7月1日ホヤ放祭の野外イベントでやったアド2種類のアドが、まあ、別のチャンネルですけど YouTube に上がっててでそのアドの違いで、えー、私がステージで どのようなお客さんの層に対応した、えー、やり方をしてるかっていうのがもうすごく如実に出てるんで、これをね、見比べてもらえるとね、非常にありがたいです。もう、その事務所ライブっていう、もうお笑いを見る状況が完全に作り上げられている状況でのアード。うん。と、もう、野外で、お祭りで、音楽ありで、 で僕のことを知らない人も多くて,っていうその、いろんな誘惑がある、ね。いろんな誘惑があって、お笑いにスッと入っていくのは、えー、なかなか難しい状況下でやるアド。このギアの違うアド。この違いをね、自画自賛ですか、これはね。<laughs> この使い分けを、えー、見ていただきたいぐらいの。 えー、感じでございますね。うん。時間ある人はぜひ、えー、よろしくお願いします。<laughs> はい、えー。そんなこんなが、えー、最近の出来事でしたでございますが、えー、っとですね、えー、っとですね、コメント読んでいきますか。コメントが、えー、2件いただいております、えー。ほや100人食べさせチャンネルさん、萌、えー、えさんですね。えー、1ント そもそも2個目、今日2個目しか来てないから、そのうちの1個目っていうね。うん、たまにいますけどね、その、伸びてない YouTube チャンネルで、1個目しかコメントついてないみたいな。見ますけど、1個目っていただいて、えー、本当に前坂君の言葉全てが嬉しいありがとう。えー、でも、私的にやっぱり撮影やらスタッフやら、前坂君にいろいろお願いしてばっかりだからという申し訳ない気持ちもあるので、えー、逆に前坂君が私にしてほしいこととか、 お願いがあれば知りたいです。ということで、えー、ありがとうございます。そんなね、いやいや、まあ、前回すごいね、萌、えー、さんの話をして、えー、そう聞いてくれていたということで、ありがとうございますね。えー、体調不良だったみたいですけど、まあ、復帰したということで、えー、安心しました。うん。何ですかね、お金、お金をくださいとしか思わ <laughs> お小遣いをくださいみたいな <laughs>。 いやでもなんかね、うん。まあ、スタッフの合間に出さして、なんかちょっと出番があるなら、それはそれで嬉しいし、とか。あーまあね、そんぐらいにしか思わないですけどね。うん。まあ、あと今度、前坂チャンネルの YouTube に、じゃあちょっと出てくださいよ。対談。対談スペシャル。ね。えー、スペシャルゲストで。バンサーカートークじゃなくて、ちょっと実写の。で、実写でただ、まあ、喋るみたいなやつ。そんなに伸びないですけど、その、 伸びないことがブランディング的に許されるんであれば、えー、今度お願いします。はい。そんな感じですかね。うん。っていうぐらい本当にありがとうございます。全然、僕好きなんでね、そういう、えー、スタッフとか、スタッフ好きというか、<laughs> 別にいやいややってないんでね。はい。そんな感じです。はい。えー、で、トレインさんですね。えー、いきなりと仙台ワイワイライブお疲れ様でした。 仙台ワイバイはエロスと偏見と悪意とカオスで殴り合う。とんでもないライブでしたね。めちゃくちゃ楽しかったです。自分もちゃっかり受けてて本当に良かったですが、えー、マジで出番が前半で良かったと思います。そのくらい後半がやばすぎた。えー、ネタを自前に知らないのにあの交番組んだフワンさんが凄す,すぎますし、えー、フワンさんも会心の出来の交番だったようです。えー、そこでもきっちり受けた前沢君すごく面白かったです。ということで、えー、ありがとうございました。うん。 まあ、あいきなりライブもね、えー、毎度お馴染みやらせていただきましたけども、ワイワイライブが、えー、そうですね、あのー、ぜ、前回というか過去、過去最多のお出場者数、20、結果何回、25組出演して、大喜利もやるんですけど、大喜利の出演者が30な8人ぐらい、普通のなんか一クラスぐらいの人がこう集まったっていう感じで、 すすごかったですよねまあまあ東京のライブとかだったら全然あるんでしょうけどそのうちほとんどがアマチュアや学生やって感じでプロって言っていい人って不安さんと俺と面白びっくりぐらいだったんじゃないかその20何25組とかいてもあとはそうですもんね社会人と学生とみたいな,なか状況下だったからなかなかねこんなメンバーが、えー、揃うことっていうのも。 なかなかなかったと思うんですけどまあそういう意味では交番票って大変ですよねどうしたってちょっと見てる人が疲れてくるのは間違いないのでそれが空気が重か,重かろうがあったか,かろうがうんなんかそのひね見てる人にとってヘビーなライブになることは間違いないからそこでどう交板を組むのかっていうのでまあ前半前半結構漫才多めで。 コント漫才とか多めで、あと新入生かな東北大学の、えー、1年生の人とかがちょっとこうネタを飛ばしちゃいながらも、まあ最後までやりきるみたいな感じで、えー、やってたりとかして。っていうのがこう前に来てて、うん、後半がもうなんかね、えー、後半が結構割と大人チームがあー多かったかなっていう感じで、もう どういうネタがあ飛び出すかわかんないみたいなね、えー。そういう流れで組まれてましたけども、ちょっとねー、その並びがねー、強烈でね、僕が出たのがね、えー、っとねー、が覚えてる範囲で振り返ると、えー、っと、どう、どうだったかな交番表。佐々木、佐々木やな粉骨みたいなのがもうなんかやばかったんですよね、流れが。うん。 なんか <laughs>、ピン芸人だならーっていう、ピン芸人だならーっていう感じ。うん。まあ、ヤナは、なまあ別に、ヤナらしいネタだったんですけど、その、佐々木とか粉骨がちょっとこう、似ちゃってたんですよね、僕とね。<laughs> とりあえずなんかサングラスかけてみたり、水中メガネかけてみたりして、で、なんか <laughs>、 <laughs> ブリッジで自分の考えたオリジナルフレーズリズム <laughs> でもなんかパワープレーでとりあえず大きい声出してポーズ決めるみたいな <laughs> のがなんか立て続きまして相次ぎましてうんその場合寝っ転がるとかもあるしうん <laughs> なんかね上がっていいのか分かんない場所に上がってみるであったりとかまあいいんだろうけどうん。 っていう並びがあったその「佐々木粉骨を折俺」みたいな感じできたからその最近あんまり感じてなかった、まあ、この順番やりづれえなーっていううんやりづれえなーっていうのがなんか久々に味わったなーっていうあの自分の後の人とかに結構言われるやつなんですよこれあ前坂の後ちょっとやだなーみたいな僕もそういうつもりでやってますから。 あと、次の人を、ちょっとやんな感じ、哲くしてやろうみたいな、まあ、気持ちでやってるんで、それがやっぱ自分に返ってきましたね。うん。ずっとうっすら、ずっとうっすら滑ってたな、なんか。わいわいライブ、うん、日ですけど、あくまで。うん、そのライブにおける、このネタがどんぐらい受けるみたいな目星ってやっぱりあって。うん。<laughs> 例えばこれがそれこそ野外だったらバカバカウケなんですけど「わいわいライブ!」「日で言うとちょっとう,うっすらずっと滑ってたからう, <laughs> うーんいやまあ並びのせいではないですよそれをこう跳ね返さなかった、まあ、自分でなんですけどあくまでそれはねうんなんですけどちょっと、えー、そういうのを感じてしまったなという <laughs> とこ,ろところですかね、うん、なんか影響、影響受けてるって言われるとおこがましいですけど、ふんなんか、粉骨にも若干こう影響受けてるかもしれないですみたいな感じとか、佐々木もなんか、俺のネタがめっちゃ好きですみたいな話を、佐々木っていうのはその牛タンの人でね、えー、フィン芸人で2年生か、粉骨はアモルファスのね、えー、人なんですけど、そこ、まあなんか、佐々木もすごい僕風のネタをちょっと目指してますみたいなことを前言ってて。 まあ、その俺に影響を受けてるは憧ましいけどでも結局そのネタを作る上で、えー、目にしたその芸人さんは同じなんでしょうね多分こういう人っていうルーツは多分一緒なんだろうなっていう感じですかねだからまあいわば師匠じゃなくこう兄弟子みたいな <laughs> まあそういう状況ではあるかもしれないですそういったなんか一族の えー、子孫であることは事実なんでしょうね。うん、ただまあ噴骨なんつうのはねこの前それこそいきなりライブでピンネタであのー、モニター使ってねモニターフリップみたいな感じでもうそれはなんかしっかりなんかテーマパーク芸人つって割と正統派なフリップのそのディズニーのあらゆることで突っ込んでいくとかジェットコースターとかね遊園地のあるあることで突っ込んでいくみたいな。 そいわゆる正統派フリップになるやるし、漫才でも、ベタボケもできるし、ちょっとシュールボケもできるし、で、マジックもできるでしょで、東北大だから頭いいでしょうんこつマジ何個持ってんねんっていうあいつはね <laughs>、とんでもないやつですから、あんまり、あのー、僕の領域までは、踏み入れないでいただく <laughs>。いいんですけどね、できる人はどんどんやったらいいんですけど。っていうふうに。 えー、思うっていう感じですかね。で、この、ワイワイ仙台ワイワイライブっていうのがね、あの、石巻 PR 仙台ワイワイライブっていうのがね、あの、協賛はちゃんと言わないといけないですからね、石巻 PR 仙台ワイワイライブっていうのは、まあ、今回過去最多でしたけど、まあ、今後増えるのも間違いないと。ああ、というか、その、各団体のお笑いサークルが、だいたい去年ぐらいからできてるので、例えば、それこそ、東北大学で言うと、えっ、ー、と、明智が、 3年、4年生になるぐらいの時に作って、で、その、参考したですよね。明智が4年生。で、そこからいた1年生の人たちがたくさんいて、そこから1年経って、その子たちが2年生になって、で、1年生が入ってきたわけじゃないですか。だから、3年生はあまりいないわけ。3年生と4年生は、あの、いないわけですよ、ほとんど。牛タンにね、東北大に。だそれが、1年後、2年後ってなると、 前代にちゃんとサークルインが来るからで多分あんまりお笑いサークルの人って引退しないんですよ野球とかはスポーツのとこは結構引退がわりって引退するんですけどお笑いサークルって結構最後までやるから忙しくてもねライブの日さえあればネタできちゃうしっていうところがあるからできちゃうからあんまり引退しないって残り続けるだろうっていうことを考えるとそれも各大学起きるでしょでまあまあ社会人の人も結構いるでしょ でなるとやっぱり出演者があふれかえるわけですよね。だからなんか月2ぐらいでやれればっていうふうには思って言ってるって言ってましたね。考えてるって言ってました、ショアンさんがね。あのジャンルで分けてみたいな。うん。まあどういったジャンル分けになるのかとかはまだ予定の段階で構想の段階だからあんまりあのこういう話をしてたっていうのは言わんですけどもなんか月2ぐらいにできて出演者を多少分散できたらいいなみたいなことは言ってましたね。まあその方がね、こう引き出せるっていうかね。 なんかその東京のエントリーライブでありがちなそのベルトコンベヤ方式なライブだってちょっと悲しいじゃないですか。うん、なんかね、えー、エントリー代2000円3000円払ってで出番ごとに入り時間違ってで出番だけしてネタやったらもうすぐ帰ってくださいみたいなもうベルネタベルトコンベヤ方式みたいな、ねえー、ライブが結構あるんですけど。 なんかそういうのだとやっぱりせっかくねあのアットホームファミリーな感じでやってるのがあのー、仙台お笑いの良さというかね、えー、その良さを失ってしまっては何にも残らないぞぐらいの感じに思うのでうんあのね、ー、どうにかうまく別れればいいですねっていう、えー、感じはしますね <laughs> で仙台お笑いで思い出したんですけど あのー、ず,んさんずんだ通信さんのツイートというか、まあ、ずんださんが結構んですか宮城県民がに聞きたい質問とかをそのツイッターの,あのユーザーに募集しててでこの前あったのがなんか仙台でおすすめの宮城かか仙台か忘れたおすすめのお笑い芸人を教えてくださいみたいなあのが来たんでぼ、あのー、教えてくださいみたいなツイートした時にサンドイッチマンサンドイッチマンサンドイッチマンって出てて。 いやなんかその俺とかは別に有名じゃなくて売れてないからいないのは当たり前なんですけどそのサンドイッチマンを今からおすすめするかねっていうその <laughs> サンドイッチマンとか狩野英孝さんしか知らないならもうおすすめしなきゃいいのにっていう <laughs> その知ってる人を言うっていうやつじゃないのよ、うん、ファイブボンバーで宮城のお笑い芸人5人答えようああごめんみんなごめんサンドイッチマンじゃないのその 名倉さんのやつツイッターでよくあるけどあの <laughs> クイズしてんじゃないんだからさその <laughs> サンドさん狩野さん宮城です面白いです言う必要ないでしょ日本で何食べたらいいですかお米を食べましょうお寿司を食べましょう,もう分かってるじゃんもうそんなこと <laughs> ねえ、うん、宮城でやっぱ松島行きましょうみたいな あまああえて言うまああえて言うってことは本当にいいのかみたいないやそ,それでもあえて言う人じゃないでしょ知る人ぞ知ってる人がああいうことは答えるべきなんじゃないでしょうかねちょっと思いましたうん <laughs> っていうねまあまあ中にはいましたけどそういうあのー、ニードルさんとかねバッコメさんとかニジュラブとかいたけどうんいたけどもっていうねえっ、ね <laughs> <laughs> ちょっと気になったなという、えー、ぐらいの話でしたはいまあまああのー、そんなところですかねはいあの最近コメントで、あのー、お題募集してなかったんですけど、えー、もし最後まで聞いてる人がいたら是非ちょっと送ってほしいなっていうのが僕30歳に、えー、なるまでにちょっとこうあのやっと来たいことを探したいので皆さんが挑戦してみてよかったこともしくは 死ぬ前にちょっと一回やってみたいなっていうことがあったら、あの、募集します。何でもいいです。スカイダイビングとかさ、いろいろあるじゃん。ね。一人でバーに行ってみようとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。なんかわかんないけど、そういうのがあったらあ、えー、軽い気持ちで教えてくださいという感じ、えー、ですね。はい。えっ、ー、と、単独ライブ7月22日にあります。お客さんがあんまり集まってないです。助けてくださいっていう感じですね。で、毎月やってるので、8月。 もうあるんですけど8月はもう生誕祭とね、えー、名付けようかなと思ってただ、まあ、生誕祭をしたことも見たこともないから生誕祭って、えー、何をするんだろうっていうのは分かんないですけど単独普段の単独ライブを生誕祭と、えー、名付けてやろうかなと、えー、思っておりますんで、えー、よろしくお願いしますはいえー、ちょっとね30分いってないですけどまあそんな感じでということで、えー、今後もねやっていきたいと思いますので よろしくお願いします。ということで、えー、前、ま、坂チャンネルのバーサカ特第28回でした。えー、それではさようなら。